はい、東京ビットコインニュースです。今日は2019年11月12日火曜日、福岡からお送りしています。今日はペイメール企画についてお話ししようと思います。と言いますのもですね、ビットコイン SV 界隈では、ペイメールでみんな送ったりして、おーすげーなっていうふうに言ってるわけですけれども、これ考えれば考えるほどですね、全クリプト業界に対しても非常に大きい影響があるっていうことを思うわけですね。なんで、今一度ですね、今日はペイメール企画についてその背景からね、お話ししてみたいと思います。それでまず、ちょっとまとめてみたんですけど、ペイメール企画について、ペイメールは E メールと同じで拡張機能としてビットコインやその他のデータ、これメッセージとかね、が送受信できる規格ですということで、車で言うとね、ハイブリッドカーみたいなもんですよ。ビットコインのアドレスはユーザーフレンドリーではない、ご存知の通りね、すごい長い長いアドレスをこう今でも使ってるわけですけど、QR コードはねあるわけですが、一般ユーザーにも分かりやすく、かつコンピュータープログラム上で、技術的にも使える規格が必要であると。で、この生まれたきっかけは2019年、今年の2月に N チェーン主催で、ビットコイン SV ウォレットワークショップっていう、ワークショップが主催、行われて、でそこにそのウォレット開発してる会社の関係者がロンドンに、行って、合宿をしたわけですね。でその際に、マネーボタンのライアン・チャールズが、ペイメールの議題を出したところ、N チェーンの技術者のアンドリュー・ムーディーさんが同じ課題に取り組んでるっていうことが分かりましたというふうに、ライアンは言ってるわけですね。でそれでそのアンドリューさんは考えがほとんど同じっていうことと、そのアンドリューさんが、プログラムをね大部分も作ってたんですって。でということで、一応そのリーダーとしてアンドリューとライアンがリーダーで詳細を詰めて、今回のそのリリースにつながっていると、そういうことなんですね。で、ライアンがそのビデオで、いくつかそのマネーボタンシリーズでペイメールのビデオでいろいろ説明しているんですけど、その思考プロセスについてね、非常に興味深いので、それについて彼が言ったことを言ってることを簡単に説明しますと、まずはその、ビットコインを今からこう世界中にこう広めるっていうことを考えると、どういう条件が必要かっていう、そこを考えてるわけですけれども、まず最初はヒューマンリーダブル、人間に分かりやすいこと、覚えやすいってことですね。だから今のこんなこういうようなね、ダーって長いね、アドレスっていうのはとても覚えられないし、しかも毎回変わるということで、人間に分かりやすいっていうことがまず必要ですねと。で、usable by existing business。で、既存のビジネスに使いやすいことでなければなりませんねと。で、世界中のビジネスに今から新しいビットコインアドレスの体系を、これを使ってこういうふうに使ってくださいねっていう普及させるっていうことはね、非常に困難ですじゃないんですかということですよ。ただQR コードについては、お店とかでね、人がこういる場合についてはこういいわけですけれども、そうじゃない、オンラインで決済する場合ね、本当に QR コードでいいんですかっていう、ところはあるわけですね。で、それとQR コードじゃ覚えられないっていう問題があると。で、カスタマイザブル、ライクリアルネームス。で、カスタマイズができること、覚えやすいこと、会社の名前、人の名前に近いこと、世界中で重複がなく技術的にも検索ができることということを考えると、じゃあ
そのじゃあ会社名に近づけますかとか、あとはじゃあパスポートの番号にしますかとか、まあアメリカだったらソーシャルセキュリティの番号にを使いますかとか、まあいろいろその、 キーとなるような体系っていうのは、まあ、他にも考えられるわけですけれども、でも世界中で重複はなくって技術的にも検査ができるっていうことになると、やっぱりEメールがいいよねっていうふうに、まあ最初のこう3つでもね、思うわけですよ。すでにメールアドレスはみんな、世界中のみんなが使えるし、その使ってるわけで、でかつ重複もないと、で検索もできると。で、familiar with end users and developers、 一般ユーザーや開発者にも親近感があるっていうことね。そう考えるとますますこう E メールはいいわけですよ。で、interoperable with existing business、 既存の仕組みと並行して使えることということですね。うん、で、まあ、ただ Pay メールを普及させるときに考えることは、users are not keys、ユーザーとキーは別であるっていうことを認識すること、ペイメールのユーザーはビットコインのプライベートキーを交換することができると。まあこれはどういうことかっていうと、まあ E メールとかでもハックされたりするじゃないですか。だから、まあ、今後ともですね、ペイメールにひも付いてるビットコインがのキーがハックされるっていうことは、まあ考えられるわけで、まあいろいろこう忘れたりとかなくしたりとかハックされたりとか、まあそういろいろあって、まあそこに入れてたね、ビットコインがなくなっちゃったっていう、まあそういうことはね、これからも考えられるわけですよ。それはまあ E メールと同じような感覚ですね。そういう E メールをハックされたんで、それでいろいろ被害あっちゃいましたとか、まあそういうことは考えられるわけですけれども、まあまずそのペイメールはそのサービスプロバイダーに言って、自分の紐づいてるメールアドレス、ペイメールアドレスと、ビットコインの、キーを切り離して考えて、キーは1回使ったら何回毎回違うアドレスにするっていうことなわけですよ。でただし同じシードからどんどん無限にね出てくるわけですけども、でそこを一回切り離して、まあ、新しいものにする。アドレス自体はね、ドットコムのアドレス自体はまた使えるようになるということで、まあいいわけですよ。そういうふうに使いましょうと。で、対応ウォレットは現在のところ対応しているのはマネーボタン、ハンドキャッシュ、シンプルイーキャッシュ、ビットメッシュで、今後予定されているのはエレクトラム、SV とセントビート、まあそういうことになってるわけですね。でこのあたりをこうライアンはこういろいろ説明してて、マネーボタンシリーズでね、ペイメールについても、まあ、何回かこう説明してるわけですけれども、まあ、ただビューがですね、これねまだね300とか400とかね、クレイグ博士だったら何千とか行くんだけど、まあ何万とかねクレイグ博士でねまだ行かないんだけど、それにしてもねやっぱりね、この影響を考えるともっともっと注目されてもいいと思うんですが、うん、この影響について理解してる人が世界でねまだこんだけしかいないってね、どういうことですかっていうね、まあそういうような状況なわけですね。で、じゃあまあどういうふうに、まあ皆さんご存知と思いますが、まあこれはね今ちょっと画面がちっちゃいですけど、ちょっと拡大して、じゃあライアンに、ライアンアットマネーボタンドットコムで、1ドル分を送りますとね、これね、でこれで、あれ、これで送りますと。でまあ今のところこのマネーボタンだったら、あれちょっと時間かかるな、マネーボタンだったらこうビットコインでしか送れないんですけど、最新のこの B メールだと、ついにですね新しい段階に来て、メッセージと、ビットコインが同時に送れるっていう風になってて、
Nice work, Deggen. So I can send bitcoins as well as sending bitcoins and messages at the same time, right? でこのスライドバーがあって、まあじゃあデッケンにこう1ドルをつけて送りますよとね、メッセージとチップを入れて一緒に送るとね、これで彼にはこれで送れたはずです。まあちょっとねこれちょっと遅いですけど、で最後にですね、もうちょっとまとめてみますと、でまあこれをねちょっと書いてみたんですけれども、ね、まずはその東京シルバーアットシンプリーキャッシュっていう、まあこれはねシンプリーキャッシュの方にある僕のペイメールアドレスなんですけど、そこからケンシシドマネーボタンドットコムに送るということを想定すると、まあまずはこう言って、で DNS とかドットウェルノーンとか HTTPS とか REST とか、まあここはその今のインターネットの技術と、あとはペイメールのプロトコルの、まあ、要するにハイブリッドになったわけですね。で、ここにペイメールサーバーを運営しているホストがいますと。で、ここはまあ最初はシンプリキャッシュの方に行くわけですけども、で、ここのサーバーが、ああ、じゃあ、ケンシシドアットマネーボタンさんに送りたいんですねって言ったら、そのマネーボタンの方から、パブリックキーを、に変換してくれて、で、そこに向けて、そのビットコインが、まあ、送られると。でマイナーに行きます。まあ今の段階では現在はペイメールホストがアドレスの変換を行っているっていうことで、まあ中央集権的に管理しているわけですけど、まあまあそれはそれでいいんですけど、例えばその本当にその変換されたアドレスは、送信先のユーザーのものなんですかっていうことが、まあやっぱりそこでこうその今のところは信用せざるを得ないということになってるわけですね。で、ここまではまあ今できるやってることなんですけれども、これをこう将来的にはどうするかっていうと、例えばまあ今からこの企画の詳細をみんなで考えましょうっていうふうにね、まあ言ってるわけですけど、で、受け取り側のペイメールサーバーの変換情報をオンチェーンに記録すると。だから、まあこの変換してきて、あここのアドレスをに送ってくださいっていう風な記録をそのオンチェーンに記録すると、まあ、どこのホストが どういう変換をした情報を提供したっていうことが分かるから、そうすると後でその、まあ、ハックされたとかその意図してないとかね、違う情報を送ったっていうと、その後の後にズルした人の記録が残るからバレちゃうでしょっていう、そういうやり方とか、まああとはその受け取り側のペイメールアドレスの他のトランザクション情報を参照するとかね、その信用情報をどんどん積み立てていってて、それでその変換のをするときに、ああその情報だったら、それでただしこう最終的には、まあ、今のインターネットのドメインネームサーバー、今はその、組織がこうドメインネームを管理している 組織がいろいろあるわけですけれども、そこの情報を全部マイナーっていうかオンチェーンに記録していくということに、まあ、やっぱりなっていくよねというと、そうするといよいよメタネットがそのインターネットの中心に、来て、でゆくゆくはインターネットを、まあ、置き換えるよっていうね、そういう方向がねやっぱりね見えてくるというわけ、まあ、今後ともね、話していきたいと思います。というわけで以上です。東京ビットコインニュースでした。